JR 中央線国立駅の北口を高架沿いに歩いています。今回向かうのは鉄道総合技術研究所です。鉄道技術の研究や実験・開発を行う機関で、全国の JR 各社、JR 北海道、JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 四国、JR 九州、そして JR 貨物の計7社によって研究所が維持されています。かつて JR 中央線国立駅から鉄道総合技術研究所まで引き込み線が伸びていました。廃止後は遊歩道として整備され、ぽっぽ道という名称で呼ばれています。国立駅の北側を上空から見ると、線路跡がよくわかります。このように、JR 中央線から引き込み線が伸びて、敷地の西側にある車庫周辺を過ぎると、研究所の施設内を一周するように環状線がありました。1995年に、環状線の一部と、JR 中央線からの引き込み線は撤去されましたが、どちらも線路のあった場所がこのように分かりやすく残っています。そして、引き込み線のあったこの部分に遊歩道が整備されました。JR 中央線が高架式になる前は、この付近から鉄道総合技術研究所への引き込み線が伸びていました。線路のモニュメントと一緒に遊歩道ぽっぽ道の案内図があります。遊歩道沿いに設置されている柵や生け垣の囲いには、かつて線路の下に置かれていた枕木が使用されています。当時はマンションの横を引き込み線が通っていました。マンションからの通路と階段が現在も残されています。そしてマンションの先からは鉄道総合技術研究所の敷地となっており、現在はこの場所まで線路が敷かれています。黄色く囲った部分が鉄道総合技術研究所の敷地です。まずはこの赤い丸で囲った車庫のあるエリアから順番に敷地を時計回りに見ていきたいと思います。アトラスと呼ばれる新幹線の走行試験などで使用される車両です。この研究所では新幹線など高速運転の研究や実験、そして無人運転装置の開発などが行われています。今度は敷地の北側へ向かいます。北側のエリアには直線の線路が長く伸びています。そしてここから実験用の車両や線路を見ることができます。敷地の東側にある鉄道総合技術研究所の正面入り口へ向かいます。かつて環状線だった線路はここで途切れています。当時はここに踏切が設置され、実験車両が通行する際は係員が配置されていたそうです。鉄道総合技術研究所の正面入り口はこの赤く囲った辺りにあります。昔は平米新田という地名でしたが、この研究所が開発した新幹線ひかり号の運行開始を記念して町の名前は光町へ改められました。正面入り口に到着しました。研究所の向かい側には新幹線資料館があります。新幹線951型電車は新大阪駅側を向いている 951-1 と東京駅側を向いている 951-2 からなる2両編成の試験車両で、時速250キロで走行する車両を開発するために製造されました。1980年には廃車となり、鉄道総合技術研究所へ譲渡されました。その後、951-1 が国分寺市に寄贈され、現在は光プラザの敷地内で生態保存されています。新幹線951型の車内は新幹線資料館となっていて、新幹線に関する資料がたくさん展示されています。運転室の中も見学することができます。旅客用の0系新幹線よりも運転室は広く、実験用のスイッチがたくさん並んでいます。以前青梅鉄道公園で見たゼロ系新幹線の運転室は、運転士席と助手席が一段高い位置に並んで設置されていました。すぐ後ろが壁なので、室内は意外と狭く感じます。そして国分寺市光プラザの中にも新幹線展示室があり、ここにもたくさんの資料が展示されています。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。画面右下にあるチャンネル登録と書いてあるボタンを押すだけでチャンネル登録をすることができます。どうぞよろしくお願いいたします。